JB64 の足回りなんですけれども、 JB234 で今までリリースしてたサスペンションキットのラインナップ4種類あって、アーム付きのプロセットっていうタイプのやつが2種類と、でアームなしのものが2種類ありました。それと同じような構成のラインナップで4種類、高さも2種類、2インチアップと3インチアップ、それと30ミリアップのコイルのみでリフトアップできる商品と、3種のコイルを一応交えて、その4つのタイプのサスペンションキットの開発も終わってます。あとは製品を待つのみという形になっているので、製品が出来上がってくれば即リリースという形ですね。今日ちょっとオフロードテストを見ていただいた2インチアップの JB64 なんですけれども、弊社でいうところの SS プロセットという、セットの商品の中で一番高い商品、基本性能が高いのはもちろんなんですけれども、やはりノーマルは車高が低いんで少し車高を上げて、でなおかつキャンバーにも耐えれるように柔らかすぎない足っていう形で、うちは一応独自のコンセプトでやってます。車検対応じゃないとマフラー売れないと思うんですよね。ノーマルバンパーで乗られる方がたくさんいらっしゃるだろうということで、ノーマルバンパー対応のマフラーにしてます。音量もちょっと大きめの長めのサイレンサーを使ったんで、割れずに低い音量ができるし、ノーマルのちょっと欠点って言ってしまうとあれですけど、高速がちょっとね伸びないんですよ。それをこのマフラーカバーできるように、高速伸びるように設計にはなっていると思いますし、マフラー入れる上でもちろん選ばれる大事なポイントは見た目だと思うんで、見た目のかっこよさにもこだわって、サイレンサーの角度だとか長さだとか、一番気になるテールエンドの出口の形状にもこだわって作ってるんで、その辺を見ていただきたいなと思いますね。黒缶のその遊びだったりとか、オフロードを行かれる方が JB23 のその初めの方の方を乗ってる方が増えてると思うんですよね。で潜在的に台数ももちろん多いので、その遊びをされてる方がバンパーを取り付けてない方がほとんどなんですよね。で金属製のバンパーはちょっと似合わなかったりとか、テールランプの位置もありますし、で割れちゃうんで、リアバンパーなしのフロントはノーマルバンパーカットみたいな形で、僕からするとあんまりかっこよくない車が多いんで、なんとかそれに割れにくいバンパーをつけれないかっていうコンセプトで、オフロードのモトクロスのバイクの、フェンダーとかサイドカバーに使われている素材と同じような素材を使ってぐにゃっと曲がるバンパーを作りました。当たった時に折れない割れないっていうところを一応アピールしたいんで、傷は入るけど使えますよっていう、遊びにガンガン使えるバンパーを誰も作ってないんで作ったってことですよね。オーバーフェンダーと前後バンパーの開発進んでるんで、そこからさらに派生してナンバープレートの移動キットだとか開発中ということですね。 JB23 でラインナップしてると同じようなパーツをどんどんリリースしていきたいなと思ってます。